ホロライブスーパーエキスポ2022という大きな幕張メッセでのイベントがあったんですけれども、うん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 、そちらの会場内のブース限定で見ることができた裁判の映像となっております。うわ、はい、では早速一つ目の裁判を見ていきたいと思うんですけれども、よろしいでしょうか。これツッコミ入れながらで大丈夫、はい、声入ってた方がいいとか、まあ、黙ってた方がいいとか、いいんじゃないですかね。全然もう見ながらね、同時視聴みたいな感じで、じゃあやいのやいの言おうで、ポンポン言いましょう、いいのかな、なんかミナとアクアに対し素直になれざいで休憩いたします。なるほど、原告の方が罪深そうなんだけどな。イチャイチャを見せつけられてる。え、どういうこと、なるほど。僕はやっぱりアクアは愛人というポジションがすごく似合うなって思うけど、どう思いますか。怖い。愛人なんて一度も思ってません。私はおかゆの本妻、これなんて読むんだ、なんでカンペあったの、カンペあるな、制裁だね、やめろ台本じゃない制裁だよ、制裁、やめろ台本じゃないまで、逆に私が、不倫をしているおかゆに訴えたいと思ってます。これ読んでるな、下見てる、なんか読んでるぞこれ。つよつよ脳筋女騎士でありラミーのラミーの先輩で噛んだ団長であります。まあちょっと噛んだ気がするけど、まあそれぐらい団長は怒ってるんです。はい、まずはちょっと無罪の映像から見ていきたいと思います。こちらです。ちょっと大きい心で、まあラミーのこと許しちゃおうかな。あれ、ありがとうございます、おいで先輩。これからもね、おうじさんからおいしいミルクをたくさん絞らせていただきます。おうじさんるかい。まあ有罪も見てみましょう、こちら、ね、団長もね、懐もいろいろでかい女なんでね、いいの、胸もでかいしな、いただけるのであればね、ほらなんかエンドが同じなんだけど、いただけるのであれば、まあ許可、あれ、あれいいんじゃん。ありがとうございます。ホロライブってあったけえな。まとめそれになるんだ。ホロライブってあったけえ。ノエルの懐がでかいな、ね、あれなんなのか。今日は参加してくれてありがとう。あ、失ってる、受け入れてる、受け入れ、許可取れたんだ。エキスポ楽しんでてね。許可取り成功の未来ですかね。許可と絶対に負けない、敗訴はない。でもさ、どっちでもさ、エンドは一緒だったよね今。あ、結局やっぱこれ無罪じゃないっすか。無罪なんかな、楽しんどる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 。ちょっとあんまりね、なんか納得いってないようでございますけれども、陪審員さん。いや、まあまあ、まあでもこれぐらいがちょうどいいよなっていう思いもある。まあ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 、確かにね。てーてーって感じした。てーてー。なんかできねえもんな。ホロライブてーてー裁判じゃねえか。裁判してもてーてーことが証明される。いい事務所だな。裁判あったけ。次の裁判行きましょう。次の裁判。はい、